ジムニーライフスタイル Vlog のゆうすけです。このチャンネルではジムニーとのライフスタイルを Vlog 形式で発信しています。ヤフオクで買ったジムニーが車検場に到着したと連絡を受けたので見に行きたいと思います。この動画でヤフオクで車を買う際の参考になればと思います。今日は車検場自体は休みみたいで何もできないんですけど、待ちきれないのでただ見に来た感じです。とりあえずちゃんと届いててよかったです。フロントグリルはこんな感じで、塗装の割れと収まりが不安定なのが少し気になりますけど、なんとかなりそうです。側面は思ったよりもへこみが目立たなくて正直思ったより良かったです。後ろはこんな感じで特に目立った傷もなくて問題なさそうですね。足回りはこんな感じです。車高も結構上がっててタイヤも大きいのに変更してある感じですね。ミラーはシルバーでイメージ通りでいい感じです。ドアノブは黒でちゃんと開きますね。中は古い車独特な匂いがしますが、めっちゃタバコ臭いって感じではなかったです。シートの汚れや破れが気になりますけど、シートカバーで隠そうかなと思ってます。このステッカーは剥がす予定です。メーター周りはこんな感じで所々に穴が開いていたり灰皿がなかったりしています。ナビがついていた場所はごっそり取られていました。後ろにはタイヤが4本入っていて、上にはスピーカーがついてますね。全然素人でわかんないんですけど、音質とかってどんな感じなんですかね。ハンドルは木製のハンドルで、写真で見るよりいい感じの雰囲気でした。なぜか理由はわかんないんですけど、助手席側はこういう取っ手とかライトとかいろいろ外れてましたね。なんとかこのグレーのカバーだけでもつけたいですけどね。ざっくり見てきたんですけど、改造申請もしていなかったみたいなので、いろいろ手続きしないと車検も通らなそうです。購入前に確認しておかないと、後からいろいろ面倒くさいことになるんだなと勉強になりました。三宅にもう一回車検場に行ってどうしていくか確認していこうと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。